会いに行ける国会議員ミワチャンネル突撃長田町スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしていますこの番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます生放送視聴者参加型番組ということでこれを見ている皆さんからツイッターなどのソーシャルメディアを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います 第百三十八回目のゲストはこの方です。自民党武藤隆也衆議院議員です、うん。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいお顔をされてま <laughs> す。<ー>ありがとうございます。なんか特にお写真とかね、名刺だとフォトジェニカルというかね。はい ねそうですか国会を日本を代表するね国民の代表ですからね一応おいくつなんですか35歳ですねそうですかなのでもうかわいいっていう年ではないとでいやでも顔がかわいいんですよそうですその年でもかわいくない人いっぱいいますで滋賀4区ということでいろいろ持ってきていただきましてすいませんこれは淡湖たぬき えの琵琶湖の東側、はい、滋賀4区というところで、うん、まあ自民党で当選をさせてもらってます、はい、で、まあ、選挙区はあ近江八幡、うんえー、東近、うん、江甲賀湖南竜、うん、王町日野町って4市2町からなる結構広い選挙区、うん、滋賀を代表するような場所なんですね <laughs> <laughs> ちょっと紹介させてもらうとはいいお願しますここにポスターも貼ってるんですけどおちの滋賀の三大名産品というかブランドはこの3つが主なんですけど鮎は取れるんですけどね外で大体琵琶湖にいると大きくなりすぎちゃうんで稚魚で外に輸出して大きくするって言うんですね湖から古魚ね琵琶湖から魚が取れる。 <で>美味しいこの3つが主流で、はい、近江牛近江茶近江米という近江牛って書いてありますけど近江牛ですよね近江牛まあ滋賀の人は近江牛って言います、ね、あそうなんですか近江牛っていうのが本当の呼び名またこれがね、あのー、高いんですよね <laughs> 高いですね多分一番もともと松坂牛も港がなかったんで近江から三重の松坂に運んでそこから日本全国に運んだっていうのが、えー 最初でだから最初もともと肉を食べ始めたのがうちの選挙区の竜王町というところなんですそうなんですそれまではやはり日本,日本人はあのー、装<飾>そうですよね <laughs> 米を食べて米、ね、まあ米もかなり古いんですよ弥生縄文から遺跡が出るぐらいでへえ近江米っていうのがあるんですねそうですここに水鏡ってあるんですけど、はあ、これが今滋賀県一押しの美味しい大見舞いのブランドなんですねです水鏡そして大大茶大見茶 そうですねここに近江茶近江牛も持ってきてるんですけど、はい、まあこれ東近江のコ所っていう永源寺っていうねうん、うん、すごい山奥に、まあ、お茶でむ昔の産地ですね、うん、で非常に宇治よりも味がいい香りがいいって言われるお茶の生産地があるんですよあとは黄河今日信楽のこのタヌキ まあしがらきといえばしがらき焼きでタヌキが有名なんですけどここも私の選挙区で甲賀市の合併して信楽町が甲賀市信楽町になってるんですけどまあそこの名産の信楽焼きのタヌキを2個持ってきたんですけどまあそこでも朝宮茶とか土山茶っていう甲賀でとれるお茶も有名でまあうち選挙区全体で米もとれるしお茶もとれるし牛もやってるっていう感じの 日本有数の農村地帯です、ね、まあでも商売もね発達してますしね近江商人っていうのねうもう商売の原点と言われてますからねうちの選挙区も、うん、その近江商人もうちの選挙区あの発祥なんですよ<ー>近江商人発祥の地っていうのがうちの選挙区なんですよね東大名の豪華賞っていうところなんですじゃあ選挙もいろいろ工夫を凝らして公職選挙法に引っか,かからないぐらいにやる, <laughs> やるんでしょうかねいやあの 私は実はあの出身生まれは北海道でして、えー、北海道の釧路市なんですよどういうことですか落下産なんですか <laughs> 落下産、まあ、純粋に言えばちょっと違うんですけど後からちょっと年表で <laughs> <あ>説明しようかなと思ったんですけどあそうですああ年表で言うの忘れちゃったごめんなさい、ね、あの。

女性だと35だとすごい生きてしまったと思ってたけど男性だとそんなことないんです年とかじゃないんですそうよ。ねなのであんまり大きなイベントっていうのも自分の中でそんなにないんですけど大学に入った時と大学院に行った時と2009年政権交代の時に初めて自民党から出馬したんですねそれが滋賀4区でこの時全国公募で。 2012年かのこの間の選挙で初当選で、はい、これちょっと下げたんですけどこれ、ね、20%, 20以下ですよねこれねじゃあど, <laughs> どこまで北海道に行ったんですかえと大学入学の前までですね大学が東京なんです東京外国語大学っていうところで、えーはい、何語やってたんですかね言語じゃななくてて国際法専門でででそうなんですかで大大学学院が京京都都に行っ えと国際政治学やってうん、うん、でそれが始まりで関西に縁ができてで大学院の時に在籍しながら実は県議会の先生方の手伝い地方議員の先生方の手伝いをし始めて<え>で県議の先生たちと仲良くなったのがきっかけでそれはもう自分が将来出馬するために。 そうです完全に僕ね大学入った時から政治家になりたいなと思ってたんですけどもともと大学に入るきっかけっていうのは、まあ、祖父の影響で、はい、戦争の勉強しようと思ったんですよ、うん、それで戦争史を大学に入って学び始めてっていうかそうなるとやはり政治に行き着くということですねそうですねあなんていうんですか学校で教えられることと祖父の話聞くと全然まるっきり違って、うん、でそのギャップで 学んでみようと思って大学に行って国際政治をまあ勉強しようと思ってうそうするとまあ過去の戦争で負けた影響が現代の政治っていうか外交までいろんな影響を及ぼしてるっていうことをすごく実感としてまだまだアメリカに支配されてるとかそもそうですねそれもそうだしあの中国の顔色うかがってみたりね ロシアとまあ平和友好条約も結べてないし、<え>韓国ともいろいろ問題があるし、今た今の問題ですよね本当ね今の問題ですね。それがまあ昔からあ歴史的にね、まあ積み重ねの中で出てきてといここから生まれてきたんだなということがよくわかって。その大学入ってまあ政治家。 もう前からそういう思いはあったのかもわかんないですけど具体的に思い出したのはどちらに戦争で行かれたんですかうちの正確に言うと,、えー、と祖父はまだ昭和2年生まれで経験はしてますけど<ー>戦地には行ってないんですね<ー>祖父の兄が戦死して沖縄ででも家族がということですねそう沖縄で戦死していて、はい、まあ学校では北,九北海道って北京祖っていう教育機会が強くて、はい、かなりあの 左翼的な教育するんですよ。その侵略戦争したとか、自衛隊が憲法違反だとか。先生が公民とか社会の時間に国語に書いて説明する。んです何、何を説明するんですか。自衛隊が憲法違反だって。ああ、もうそこから教育して。そう、そう、そう。やっぱ韓国と中国みたいですね。日本。家に帰る。作っていくみたいな。家に帰ると祖父がね、あのおじいちゃんは立派な人だったと、おに、あ祖父の兄ですけどね。兄は立派な人だったと。で、家族を守るために戦地に行くんだって言って。 まあ行ったで沖縄で戦死しちゃったんですけど、まあ、そういう話を聞くじゃないですかうん、うん、学校行ったら極悪非道だって教わる人が<え>まあ普通に家庭ではあの素晴らしい人だったっていうふうに教わるし<ー>そのギャップって何なのかなってそこからですよ、ね、興味を持って幼い頃ってね教えられたものは全てと思うから疑う心なんてないですもんねそうなんですよね だから<あ>そこか,、まあ、から始まってるんで、そうそうそれで北海道のどちらなんですか？釧路、まあ、です。あ釧路なんですか？だから子供の頃からの北方領土のあの返還運動みたいなことはずっと地元で、うん、僕自身じゃないですけど、はいえー、周りでやってる人は多かったですね。えー、まだその旧島民の人たちがいますからね。うんうん、旧島民というのは。 あのエトロフ島とかクナシリ島とかの旧島民向こうにお墓があるっていう人たちが釧路に出てきてそう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 一回サハリンに行って捕まってねソ連がまあ戦争終わって取りに来たじゃないですか入ってきてで島民をまあ捕まえてでサハリン経由で函館とかいろんなところに散らばったみたいですけど釧路根室にも帰ってきて住んでる人がいるので。 そういうところで話は聞きますよね。ああ、だから本土とは全く温度差が違いますよね。やはりその旧島民と言われる方が同級生のね、親とかにいるわけですけど。うのね、あのまだ生きてるんですけど祖母、おばあちゃんの、はい、あのお父さんが漁師で、はい、でよく北方領土にその鮭じいちゃんってこと。そうですね。ひ、はい、おじいちゃんがサーモン取りに行ったってい話は 聞いてました、ねえー、だから向こうがすごいいい漁場で,、えー、でドロフ島の誰々さんちによく泊めてもらったとかいう話をね <laughs> とあのおばあちゃんよく聞かされてた,みたいでエドロフ島の誰あのロシアの人いえいえ日本人そうそうロシアが攻めてきたのはだって1945年の8月15日超<あ>えてからだからの前の話だからその前の話日本だったんだね、うん、日本でした完全にだそういうのを聞くとすごい島国問題ね <laughs> 深まだ何て言うんですか言ってみれば本土復帰してないというか返還も何もない、ね、渡ることすらできない島があるっていう、まあ、沖縄の問題はすごく注目されてますけれども、うん、あそこはあそこで、まあ、大きな悲劇があったんでしょうけど、うん、北方領土は全くね手つかずというかその、まあ、主権回復記念日が、はい。 まあ、沖縄の人たち設定するのにね、うん、結構批判がさありましたけども、うん、あの沖縄が返還された日は別なんだというね、うん、でもあの北方領土はいまだに帰ってきてない主権、うん、が回復されてないっていうね、うん、であれあの沖縄本島の4倍から5倍あるんですよペトロフ島はそうですかだからすごい領土ですねそうなんです ででもあれですねそういう本当にそこに住んでた人の生の声っていうのを、うん、まあどっかで集めて、うん、あの残してるんでしょうけど、うん、その尖閣諸島もそうですけど重要なことですよね,すね日本人が本当にそこで実際生まれて生活をしたっていう足取りというのを、ね、残しておくということはそうこそですねで私ビザなし渡航であの1年か月前にエテルフトに行ったんですね。はい、で日本人墓地をあの訪れまして、うん まあ何て言うんですかやっぱりここで生活してきた人たちのふるさとがね、うん、あのまあその今住んでいるロシアの方々が多少手入れをしてくれていて、うんはい、お墓なんです、ね、あそうなんですかしてこう街を歩いてて日本の足跡というか、うん、日本が残した面影みたいなのってのあるんですかほとんどどなないいです個だけけ数少日本 統治時代統治というか、はあ、今も日本ですけどね郵便局の跡が残ってますけどねいいあ郵便局郵便局の跡が残っていてそれもね建物がそのままでもボロボロでうもうロシアは取り壊そうとしてるんですよその子供が入ったら崩れて危ないからってことでただ、うん、それは戦前のですか、ね、戦<ー>戦前前のですねから今もまだ残っててまあボロボロで壁ももう朽ち果て 前みたいなななところなんですけど天、はい、天井井も、まあ、一応天井あったたのかな、はい、ただあのそれを保存しようという旧島民の人たちの運動もあってうん、うん、で私もそのクリル地区っていうふうにロシア側は言ってるんですけど、うん、北方領土から千島列島全部、はあ、そこの区長さんクリ,そうクリル地区の区長さん代表の方に<え>これを日本人にとっては非常に大事なものだから残したいんだってことを言って、うん、今あのその。 所有権が誰にあるかっていうのはロシアでも分かってなかったみたいで,、ね、<ー>それでこれからきちんとその所有権がはっきりしてクリル地区の区長っていうものになどうやらなりそうだとそうすれば私の権限で女性なんですけどね、はい、区長さんがあの保存するようなサポートをしますっていうことは言ってくれててくれ、うん、もうロシアも領土が広いのにね、うん、そうなんですもうあれぐらい返してって感じですよね。<laughs> うん、金が取れるんですよあそう 最近ね、あの金が取れるそうそう、千島列島、あの全体で、うん、戦前から金があるっていう話あったんですけど。今、取ってるみたいですよ。あのエトロフトはまだこれからなんですけど。千 <laughs> <laughs> <当>島の、えー、ウルップの南側だったかな。あの島では金を取る開発を始めてるみたいですね。へえ、やはりそう。それと、あのサーモンのすごい漁場で。は,ね、はい。 あのエトルフ島とかクナシー島にサーモンの加工場があるんですけど、うん、そこの,あの会社の社長さんはサ,カリサハリン州選出の国会議員ですよロシアの、うん、すごい利権ですねだからすごい漁場なんですよねあのね、うん、カニとか渡したくない場所なんですねうそういう暖流と寒流は分かんないけどぶつかるとことか分かんないけどそういうとこあると思いますね何でも掛け合わせたもんはいいって言いますからね <laughs> ハーフは美味しい、ねね、ハーフダブルって言ってくれって言われたんですけど <laughs> ね、いい女いい男が生まれるというねそういうようなもんですよねそうかもしれませんねそう,、まあ、そういうとこで生まれ育ってそうです、ね、いくわけですから、ええ、ちょっと私たちと違いますよこの本土の人たちと島国の人たちともともと開拓民であの北海道の人は入っていった人がもちろんアイヌの方も、うん、あの先に住んでましたけど。はい やった人です開拓精神がありますよねそうフロンティアですよねやはりねで大学院で、うん、あの東京海大から京都大学に進んでそれで、まあ、そこでも国際政治学を勉強してたんですけど、はい、まあ政治家になるって簡単に思うけど方法ってなかなかないじゃないですかどうやってなるのかわかんないな,でないと,、ね、とりあえずそうそうそう親が政治家とかねそういうの全くなかったんで地元はどこの誰が選挙区で出てらっしゃるんですか んあの実家があるところはどなたか,ここか伊藤義孝先生ですあそうなんですかまあ仲いいんで <laughs> あ,<ー> <laughs> あれですけど伊藤先生は釧路市長出身ですね、はい、でまあ京都に行ったで滋賀の県議会の手伝いしてたっていうのがご縁で、うん、ここが全国公募になった時にまあチャレンジ お誘じゃあこの落選から大学院出てから、うん、落選の間別にあの働いたりはしてないいやそのね県議会の正確に言うと、ええ、県議会の仕事をやってたんですよ。の仕事滋賀県議会の仕事をやってた。あ<の>あ会派の政策スタッフっていうか、ええ、その一般質問とか代表質問を。考える 考える議員と一緒にあそう県内各地を回ってそういう人もいるんだ一般質疑を考えてじゃあ役所に雇われたわけではなく議員の会派会派に自民党系ですね,そう,ねそうそう自民党の職員みたいなもんですよねあなるほど そ,ゃそうですよね、議員だけじゃ回せないですもんね、そう,いうこと給料をとか,るんですかいや、その会派から出てましたね、あ<っ>会,会派の成長費から、だからあの野々村さんが使っちゃったやつですよ、あ,<の>あれは、れそれは個人に、<laughs> そうそう、あれは、しかるべきは、会派に出るもんなんですよ、こういう方にまとめて、自民党会派、滋賀県連とかから、ボンっていくわけですよね。 そういうことですね。ねあまあ、当時自民党でも民主党でもない、滋賀だけの会派だったんですけどね。まず五人ぐらいの小さな会派で。自民党でも民主党でもないところ。そうなんですよ。じゃあ、四、五人で、あんまりお金にならなかったでしょう。<laughs> いやお金にならなかった。お金じゃないんで、ね。お金じゃない。お金なんですか、ね。<laughs> <laughs> でまあ予備校の講師もしてたんで、でんですあ予備校の講師それもあんまり大したことにならないですね。<laughs> でも生活するのはみたい普通にやっていきましたよ。そうですか。あ普通の給料ぐらいはもらってましたから、<っ>その開発の先生方から。そうですか。でもその。 その滋賀県連のわかんない無所属でしたっけねところも素晴らしいですね、うん、こういう方をねちゃんと講師に影武者に招いて <laughs> そういう政策をね政策スタッフね。で県議の先生たちと一緒に滋賀県中回って、はい、でいろんな課題を質問に起こしていくんですよ。 なるほどねそれでまあ役人のツッコミどころとかをちょっと考えたりとかしてね、まあうん、そういう必要ですよね,すよね議員だけにそういうの無理政策スタッフがいないでやはり私自身が大学院ですあの国際政治学っていうか外交安全保障を研究してたので地方自治を知るすごくいいチャンスでした、ね、なるほどね。 すごい入ってくる勉強っていうよりも現実の話題ですもんね<戦><て>選挙もやったし今日書いて明日質問してどう答えるかってことですもんね <laughs> そうですねあそうそれを2年か3年ぐらいやってそういうのってあの各会派雇ってるの政策スタッフって地方では雇ってるんですかねいると思いますよ自民党滋賀県連今はあの自民党の滋賀県連所属ですけど<ー>当時は無所属の県会だけだったけどね自民党の県連の職員っていうのが いますから事務局絶対よくたどり着きましたねこの大学院から、まあ、そういう勉強されたっていうのももちろんありましみんな知っててくれてたのでその県議の先生たちも私が国会議員目指してるってことを知ってたんですよ、うん、知ってたんですか、うん、それであのまあ地方自治学ぶいい機会じゃないかっていうことでなるほど、ね、あの 手伝ってって言ってくれたんでやはり地方議会を知ってるね国会議員は強そうですもんねまあ議員じゃないですけどね、うん、まあでもいろいろ学ぶことは多かった、ね、ある意味議員よりもすごいですよねその政策スタッフというのはね上から見てるわけですからね、うん、<laughs> 上からっつったら失礼かもしれない、うん、れはいそして、えー、市が4区で公募にそうですねでここでその政策スタッフは無所属でやってたわけですが自民党に入ったわけですよ、ね、そうなんですよじゃなかった大丈夫でしたそれは いや、自民党の先生たちが。誘ってくれたんですよ、えー、あ、そう、でも、その、あの、置き去りにされた、その、権利たちは大丈夫ですか。政策スタッフが有効な方がいなくなってしまうわけですし。拍手で送り出してもらいました、ね。なんか、アメリカンですね。<laughs> なんか、地方のドロドロがないですね。<laughs> うん、なんか、今考えれば、あの、すごくいい先生たちでしたよね。うん,うん。うもう引退した先生もいれば。えー、ま,だまだやってる先生もいますけど。<laughs> はい。 そして、公募はもう一回で受かったわけですか。公募は一回でしたね。そうですか。はい。 こここでままた、ね、話をごめんなさい、ね、この番組に蝕かえします秘書さんに怒られるかもしれませんが、えー、この「美ワチャンネル」の百何回か4月に出てくれた、うん、あの岩永さんという方がいらっしゃるんですけど<ー>その方その息子さんが美ワチャンネルに出たわけなんですけど、うん、その方と争ったわけですね。でその滋賀4区はその岩永さんのお父様が、うん、ずっと自民党で大臣までやられて出てたのに。 えー、こ,この方がまず公認になられたと <laughs> そして息子さんは、えー、日本維新の会に入ってしまって、うんね、出てしまったとでもごちゃごちゃになっちゃったんですよねまあぐちゃぐちゃ<笑><笑> <laughs> なんとコメントしていいかわかんないですけど <laughs> いやでもね聞いちゃったんですよ私もその後に武藤さんがこういうふうに出てきてくださるってことは置いといて、はいうん、今関係性はどうなのかとかねそ<ー>ただまあ も土田ですからあの岩永さんもすごい素晴らしい方ですからあのいろいろ政策のこととかも話すこともあるし、うん、別にそういう嫌な感情はないですよみたいな感じで、うん、さらっとさ子供じゃないですかね, <laughs> ねすいませんね <laughs> あの別に、えー、まああの、うん、まあ岩永先生のお父さんがね、うんえー、引退されて候補だったんですよ、はい、それで武藤さんがもう普通に受かった最初はね岩永さんの息子さんが公募で決まったんです公募、はい、者に、はい それが私は応募する前ですよ、うんはい、それで選挙のね2か月ぐらい前に断念したんです出馬をあのそれは世襲問題とかそういうことですかいやまあ世襲批判ももちろんあったし政治資金の問題が出てたんですね、えー、あの時あ朝日新聞が新地襲名会っていう宗教団体から多額な何,何千万だかあの献金してたとそれが政治資金収支報告書に書かれてないという話がして。 当時その岩永さんはお父さんの秘書してたから、はい、でそれでまあ責任問題になって引退して公募になったと、うん、だからはっきり言って政権交代で民主党の支持率がすごく高くてね、はい、自民党の支持率は非常に低かったんですよ、えー。出ててもも誰も勝てないだろうとう、うん、っていう中で,で誰も出る人いないから全国公募になってで,で自民党の県議の先生たちも困ってそれで。 まあ私もいろいろあったんですけどねあのでも考え方が保守なのでだから自民党から出るんだったら出ようっていう思いがあったんでうん応じて出馬しますと。 ま元先生に言うとと良かったですねい,いところが取れて、ね、落選しましたよでも <laughs> 後にも逆風を。でも今はねこういうふうにバッをつけられてらいやまあそのあとここがちょっときつかったですからね<ー>だから私裸一貫で入ったでしょ公認、うん、<の>は取れたものの親兄弟親戚友達誰もいないところで家もないところに行ったわけですよアパート住んでたんですかそうですよそこに入ってって自分の一票からスタートだっていうところからやって で落選してこれどうやって生きていこうかっていうとこからスタートでしたからでも政党助成金でまあ何十万かは入るでしょういやそれがそのまあ岩永先生とのあつれきもあって支部長にならなかったんですよ落選して支部長解任されて自民党の公認取ったのはあの衆議院選挙の直前ですきついねだからその間政党交付なしはそうなしですよ だからまあでも支えてくれる人たちがいたからその、まあ、献金してくれたり、うん、あのいろんな形で支えてくれる人がたくさんいたからあ今があるんですけどねそ,だその部分は強いですよね,すねでこの落選時代支えてくれた人っていうのはうん、うん、今はもっと支えてくれますからだから3年3か月ですからだからその支部長になるまでまあ2年半とかでしょ2年以上空いてましたねああそれはきついですねきつかったですよね 落選したというね皆さんから脳を突きつけられたショックと本当にお金のないショックとねダブルパンチですからねそうすごいあの率直な話を展開してますけど、うん、<laughs> この裏にはいああったわけですよそうこんねだって私なんて吹けば飛ぶような存在でしたから岩永さんのお父さんの組織の、まあ、下でね働いた県議や市議の先生たちがほとんど全員でしたから、うん、その中で自分が。 ねお父さんは息子を出してくれって言うだろうしう私は落選してさよならっていうので勘弁してくれって言うしう <laughs> そうですよねそうですよまた講演会のね気持ちとかも統一できないでしょうしねいろんなものが渦巻いてますよね、えー、そうですよ言えないことがいっぱいありすぎてちょっと困っちゃいますけど <laughs> すみませんそうですかそういう話だったんですねその間は何何ししてて暮らしてる何何を 献金でやっぱり暮らすしかないんですまあそうですね献金は生活費にはできないのでとりあえず政治活動費は献金してもらいますけどあんまりねここで <laughs> あられざれしるのもあれですけど <laughs> あの会社の顧問とかっていう形に置いてくれたりああ<ー><ー>なるほどねそれが生活費になってるそうそ,それをいくつかあの独身なんですか 独身です。だからやれたんだと思いますよ。それでこんなことやってたらね、<laughs> 見るだけだね。だか,ねだからやれたんだと思いますよ。そうですか。独身だから。今子が4個揉めてるんですか。大丈夫ですか。揉めてるっていうか、すごいあのなんか <laughs> <laughs> あの直球をいや。 揉めてるってことはないと思いますけど、まあでもお互いねバッチつけないと良かったですよね。まあよかった、まこきことじゃないね。良かったですよ。私としては自民党ですから、やっぱりうんこれはねそういうのがあるんですよね。各選挙区にそういう事情っていうのがね、まあ今なくてもおじいさんの代にあったとかあるんですよね。そういうあの戦いの歴史っていうの、権力闘争ですね。でも比較的私は本当に権力闘争に あまり興味はないんですうん、うん、本当に学生時代から政治を学んでうん、うん、で日本の外交をこうしたいっていう本当にそれだけで政治家を目指したんで、うん、なんかこう市議権議上がってステップアップしてその権力闘争で勝ち上がってきたっていうタイプじゃ全然ないんですね。でそれにそういうパワーゲームみたいなことはあまり関心がなくて、うんはい、それよりもむしろ本当にいい政治をしないきゃいけないと。うんでねまあ後で最近の セスピックス、政治トピックスもちょっと喋るかもしれないであ、ここで入るのかな。はい、じゃあ、じゃあこれでいったドロドロの話。すみません。まあでもね、市街奥の方は素晴らしいですよ。選択肢がいっぱいあるから。この人だけじゃない。ねこっちもいいけどこっちもいいみたいなね。そうですかね。だからこの人たちは大変、この先生は大変ですけど、あとはもう皆さん嬉しいですよ。はい、さっきのセスピックスです。 はい、はい、何かございますか、最近、あ、それはあのバッチをつけて今、今、はい、およそ2年になりますけども。そうですね。どういうことをされているんですよ。うん、あの、まあ、私自身、外務委員会と安全保障委員会っていう。2つの委員会に所属してますね、はい。はい。それもご希望でね。うん、そうですね。で、まあ、麻生派なんですけど。はい、麻生。移行会ね。そう、移行会。で、あの、いいですね、ホームページの写真ね。そうですか。麻生さんとこうタッグを組んだ感じの。はい<ー>、素敵ですよ。 でまあ、外交安全保障をライフワークというかに基本的にやっていこうということで党の外交部会とか、うん、あの国防部会の役にもついて、はい、まあ主に外交安全保障分野の政策というか、うん、あの問題とか課題について扱っているって感じですかね。はい 今はもう、まあ、たくさんありますよ例えば今日だったらっああのサンゴのねあの漁船が押し寄せてサンゴの密漁をしてる事件今日私白サンゴしてるんですけどこれも大変な価格が上がりましたよ <laughs> 白サンゴ白サンゴもう中国人に見せたくないわ <laughs> で来週の水曜日にちょうど外務委員会で質疑を行う予定になってるんで今日河野談話について聞こうかあるいは あのなんだっけな拉致問題うん、うん、この間ピョンヤン行って帰ってきたじゃないですか、うん、まあゼロ回答だったんですけどねまあそれについて扱おうかそのサンゴのことに扱おうかまあいろいろ考えてますけどトピックはいっぱいありますよね、うん、ど,どういうことについて喋、はい、ればいいですかで今,今のことをちょっと小分けに話してい <laughs> いです <laughs> 小分けあそうですか、はい、まずあのサンゴの件はね、うん、私はあの200席超えるって言ってるでしょ あの漁船が、中国船がそれでね、外務省の情報まあいろんなあの海上保安庁とか水産庁とかいろんなところが情報を精査しているんですけれどもあの密漁目的じゃない船も中に入っているっていうんですよつまり、のの取る道具がなかったり網がなかったりするっていかいや何を目的として入っているかっていうのは分からないで、そらくその私の読みはね、中国政府が。 あ,のある程度日本の,その海上警備行動について、えー、様子を見ようっていう意図があるんじゃないかなと思うんですよね。で200隻っていう船はね普通その密漁単なる密漁で入ってくるっていう域を超えてますよね、うん、で海上保安庁じゃ対応しきれない数なんですよこれあの現行犯じゃないと捕まえられないので何人も逃げてるんですよ。 あの一攫千金ごっっそり取ってね逃げちゃうでこれを日本の宝ですよねあの保護してきた赤サンゴをねそれを根こそぎ持ってかれるっていうのを防ぐことを最優先しなきゃいけないんですね。で日本も法の遵守とかね法にのっとってってことを言うんだけれども中国も。 その法にのっとって公正に対応してほしい冷静に対応してほしいみたいな中国政府が公式喧嘩言ってんだけどどの口が言うかと私は正直思ってるんですよ。国際法を守ってない国に言われたくないという収入正直思うんですねいやそれでね今日も党の外交部会で議論になったんですけどもこれは海上保安庁に手に負えなかったらやっぱり海上自衛隊が動くべきだと思いますよ。だからそういういことも含めて あの次の委員会で何を議論しようかなと、海上自衛隊、要するに自衛権行使の余計に当てはまるかという法的な議論もあるだろうし、おそらくその普通ね、海外だったらあのロシアなんていい例ですけど、沈めますよ、船を。何人も日本人のね漁船、拿捕されて連れてかれたり、殺害されたりしてる事件が竹島の近海でもあったでしょ。そういういここことは多々起こることは起るで やっぱりねあの200席送られて、ね、の逃すっていうのはね情けないですよ私も本当に国会議員ですけど申し訳ないですよ本当に <laughs> ツイッターでも来てます対応が遅いよそう。その通りいやー本当そうですよだからそのサンゴを作ってね罰金取るって言うんだけどさサンゴを取ってその船長罰金取るって言うんだけどあの。 罰金の方が安いんですよ。三号取って売った方が高く売れるから。あだって四百万とかするんだよ。<laughs> だからね、痛くも早くもない。だから、今回の国会で、その。法の、その、なんつうの、罰金の金額を上げるとか、なんとかって議論してるけど、それよりもやっぱりね。今、まさに差し迫った、あの、試験侵害があるわけですから、それに対して。政府が全力でね、私は長報器的措置も、あ、あるってしかるべきだと思いますよ。法のことを、あまりにも考えて、あの。 取られてってしまってね、うん、日本の生命財産を守るって言ってるけです、ねね、財産が守れてないんです政府は、うん、国の役割果たせてないですよね,ね<ー>まあこういうこともしっかりですし、うん、でも今こうそ,<れ>そういうところを委員会で言ったとしてもそれが例えば自衛隊が出るとか,か、はい、言っても遅いですよね可決されてそれが実際行われるっていうのは、うん、いや委員会ってことは、うん、委員会じゃなしにあの今日も外務省の 協議の,の中で私はちゃんと言ってますよ、はい、それにあの委員会っていうところは公で明らかにするという側面が多いと思うんですよね、はい、だから今政府がどういう行動をしてるのか何を考えているのかっていうのを、うんうん、私は与党ですけど野党の側は左から飛んでくるら嫌だと思うけど僕は右から飛ばすやでちゃんと言わなきゃいけないことは言わなきゃいけないですからそうです、ねまあ、上の人も聞いてくれるからね野党が言うよりもね。うん でも、まあ、移行会ということで、まあ、財務大臣の下での,あの会にいらっしゃるわけですけども、はい、まあ日銀の金融緩和があって、まあ、やっとアベノミクス、まあ、どうなるか分かりませんけども、えー、とにかく国,国ぐるみで、うん、あの成功させたいと、うん、まあそれであの今までおちょっとあのおざらりされた集団的自衛権の問題とか、うん、それはやはりまた復活してくるんでしょうかね。復活というか、まああのうん ええ、奈良タでは議論してると思うんですよ。集団的自衛権ですか？はい、引き続き。うん、私は集団的自衛権ってのは当たり前の権利だと思ってるんですよ。今のね。じゃあ別にこれから今話してか解決する話でも、ね。いやあのね国連憲章ってあるじゃないですか。はい、国連憲章の51条にね、うん、あの普通の権利って書かれてないんですよ。自然権として、うん、あの集団的自衛権っていうのが明記されてるんですよ。うん、自然権っていうのはね、うん、あの。 どんな法律や憲法によっても制限されない固有、将来の生まれながらに持つね固有の権利のことを自然権って言うんですよ、はいえー、国連に加盟するときにね、留保なしにそれ批准してるわけですから、受け入れてるわけですから、日本はそれを憲法上行使できないっていうのは、これ、論理矛盾ですよ、だったら国連脱退すべき、えー、うう集団的自衛権を認められないっていうんだったら、国連脱退すべきですよ、そこまで勇気がない人が、そういうこと言うべきじゃないと思いますよ。じゃあ安倍さんはどうすればいいのこれから いや僕は、ね、総理を支える立場ですけども、えー、今、あの議論している7つのケーススタディとかね、うん、その日本人が乗っている外国船舶が <laughs> どこっていうことを細かく説明しているけれどもそういう、ね、細かい議論じゃなくて全体的に集団的自衛権を限定行使じゃなくてすべ、うん、て容認できるように集団的自衛権はあのやるべきだと思いますよ。まあ、今、うん その閣議決定してこれから自衛隊法の改正とかって、うん、今国会は見逃したわけですよ来年にするんでしょうけどこれは早くやった方がいいです今ベトナムとかフィリピンなんかも昔から ASEAN アア諸国っていうのは日本と同盟結びたいってこと言ってきてるんですよ、うん、ところが日本はそれを助けられないから同盟結んだって向こうは助けてくれてもこっちは助けられない。うんえー だから日本っていうのは頼りにならない国だというふうに思われてきたんですね,で,すねで、だからみんな中国寄りになってったわけですよだから国連の常任理事国入りしたいと日本が国連改革を訴えた時にアセオンは ODA 大量にね日本が出してきた国なのに一カ国も日本の共同提案国っていうかサポートする国なかったんですよでも最近になってベトナムとか中国がね 資源取りに出てくるから、やっぱり日本とパートナーシップをもっと強めたいってことで、ジョンリンジ国入りを支持するってことははっきり明言するような国も出てきた。だからそういう国に対してね、期待に応えていかなきゃと思いますよ。だからもともと集団的自衛権っていうのは一か国、はい、例えばあのフィリピンやねベトナムは中国と戦争して勝てないでしょ。うん、そういう国々がやっぱり同盟関係を結んで、えー、地域のバランスオパワーをある意味あの同盟関係によって一カ国同士だと。 立ち打ちできないから作り上げていく。うん、要するに戦争にならない。ための法的環境を作っていくっていうのが集団的自衛権の本旨なんですよ。うん、戦争するための権利じゃないんです。抑止力っていう議論がね、日本は本当になされてない。マスコミも含めてですね。必ず言われるのがね、私たちの子供やなんとかを。あの戦争に生かすことになってしまうっていう意見がね。強いですよね。そうですね。いや、あのー。 なんで今、じゃあ集団的自衛権が行使されてない今、中国が攻めてきてるんですかとで、中国はなぜ軍拡しているのかっていうことに明確にそういう人たちは答えないですよね、中国を侵略しようとする周辺諸国は威嚇もないですよ、中国の領土を取ろうとしてる国ってどっかあります聞いたことないですね。なのになんで、ね、20年2桁の軍事力の伸びをずっと続けてるかっていうね。 公式見解だけでですよもっと伸ばしてるんでしょうけど中国が侵略しようとしてるっていうふうに考えるのが自然な分析でしょうそれに対してどうして日本は自分の その力で抑止力なりそれを防衛する能力を持とうという議論がマスコミも含めて起こってこないのかというのはです、ね、今までね、ねそれで戦後ずっと、ねうん、本当に平和に来てしまったとっいうのが先ほど美和さんがおっしゃったようにね、はい、そのアメリカべったりなのかということをちょっと発言されたけど。うん 日本の防衛大綱とか、まあ、いろいろ中規模とかいろんな計画がありますけれども、はいえー、あの中の基軸は日米同盟なんです、うん、相変わらず、はあ、自主防衛をちゃんと体制整備しますっていうことはどこにも書かれてないそのある程度防衛力強化ってことは書いてますよだけど自前でその軍事力をちゃんと持ってね、うんえー、自分の国を自分で守るというそういう 考えが理念というかその防衛大綱の中には盛り込まれてないですよね、日、うん、米同盟が基軸相変わらず世界の警察やめるってオバマは何回も言ってるのに、うん、アメリカ頼みという発想から抜け出ないから、ね、まあそういう議論をしなきゃいけないって言って、僕は思ったから国会議員になったんですよ。<laughs> もう結構ででできてててままままますすすねねもうに委員会入られてるだだだだだよだって そういう思いはやはり麻生さんにぶつけたりしてるんですよね。ぶつ,けぶつけてますよ。いろんなところで、表じゃオフィシャルじゃないところで。そう、そう、なんとおっしゃいます。ん。麻生先生は、まあ、僕のことはまだまだ若いなと思ってる思 <laughs> そ。それは、麻生先生には誰もかなわないですよね。<laughs> ですよね。麻生先生は、まあ、アメリカは信頼できる国だっていう言い方をしますよね。うん、まあ、それはね、ワシントン条約ですからね、おじいさまはね。 いや言ってる意味もね分からなくはないですよその価値観ということ人間としてね価値観っていうことを考えると例えば拉致問題でもあの横田夫妻がオバマ大統領に会ったでしょ、はい、その後記者会見っていうか、うん、オバマ大統領がメディアに向かってあのキム当時ジョンイルかな、はい、キム・ジョンイル総書記に今すぐあなたが連れて行ったねあのこの 方々の子供をお母さんお父さんの手に戻しなさいっていうことを世界に発信したでしょ、うんはい、そういう価値観ってやっぱり僕は共有できるんだなっていう、うん、その時非常に思いましたよね<ー>ただそのな個人的な心情と国家の利益ってなってもまた別ですからね,、うん、そうですね確かに。か人間とととしてて道徳心とかか、うんうん、そのの誠実ささ正直さっていう部分はあの まだ欧米の人たちの方が共有できるかなっていう,う中国の方とか韓国の個人としてはいい人ももちろんいるんですけども<ー>ん <laughs> なんかこうねあの見てると共有できないところが多々ありますよね。あの子供が少女引かれて何回も引かれてるのに周りの人と同時にしてるとか映像が流されるでしょううで、ね、ああいうのを見てると日本じゃとてもじゃないけど考えられないですね。あととねもう一個ちょっと政治トピックス あの北朝鮮にピョンヤン行ったでしょ、えー、あの日本の政府代表団が、はい、これねあのまあ交渉で何かその明らかにできない内容があるんだったらそれはそれでね納得するんですけど、うん、そ,そういうのないんですよ、うん、個人的なその具体的な詳細っていうのは何も出てこなかった、うん、何しに行ったんだっていう話ですよピョンヤンまで本当それ何にも詰められてないところ、うん、調査委員会4ヶ月立ち上げてたってのに一人の ももううちょっっっとより具体的なな情報てていうのは出してもらえなかった、うん、それで帰ってきてるからこれは家族会も救う会もそれは腹が立つだろうなって私も思いますよね政府に対してですか政府に対して政府代表団ですからねそのまま帰ってきちゃダメでしょうそんなあのまだ初期段階で説明できることはありませんとその調査委員会の組織,組織のね こういう立場の人間がこういう調査をしてますってことを相変わらず延々とやってだから経済制裁を解かれてる間におそらくいろんなものの移,移動人とか物とか金とかねそういうものの移動に時間稼ぎをしてるだけで、うんはい、実際はあの、ね、本当はすでにいろんな情報があるわけですからそれを一切開示しないっていうのはねおかしいでもね国会議員の方が憤りを感じてもちろんこう国民も普通の国民も感じてるうどうすればいいんですか どうすればいい,れ,ばい,いそれはまあは、ね、自分にできることは私はやりますけどだから委員会会や部でで詰め寄ることぐららいですよねだから私もその期限を切って経済制裁を再発動するということをね、うん、明言した上で交渉しないと、うん、これはなめられるだけですよってことは言いました、えー、だから次質疑でねまあちょっとトピックをどうするか今検討してるんですけど、はい、拉致問題をやるとしたら経済制裁を再発動する期限を 切るべきだっってていううことと委員会で詰めようと思ってますけどね、うんうん、それしかないです、ね、そう、あのね開かれたドアを閉じちゃいけないとかパイプを切っちゃいけないっていう議論、えー、せっかくね開かれた、はい、その拉致被害者を救出するために開かれたパイプとかドアを切っちゃいけないってことはよく言うんですけど、えー、それはむ向こうがもっと思ってますよ。うん、日本が強く出てねそれ、うん、あのパイプに切れるってよく言うけれども、はい、あの北朝鮮 が最初日本側に接触をして経済制裁を解く代わりに拉致被害者の調査委員会を立ち上げるということを接触して言ってきてるんですねでこれはね日本から果実を取ろうとして言ってきてるわけですよ経済制裁が、はいはい、そうすると彼ら交渉担当者は北朝鮮のね交渉担当者は総書記に対してこれとこれを交渉で勝ち取るからあの っていうことを報告して決済もらって朝鮮会を立ち上げてる。これ西尾勝文さんっていうあのスク海のかあの方が言ってるんですけどね。はい、だから日本が席を立ったら困るの向こうだってだって総書記に嘘ついたことになりますから果実取れない。まあそれをみじま表さずにテーブルについているということですね。向こうの方が命がけですよね。だからこっちはそうう、ね、そうそうそこをねしっかり。 あの分析をして、北朝鮮に妥協っていうのは通用しないってことを今まで何回も経験してきてるわけだからだから、やっぱり経済制裁再発動の期限とね、もうさらにそれ以上、拉致被害者に関して引き延ばして何も出てこなかったら、これはもっと大きな制裁がいくよっていうことを示さないと、これは交渉ならないですよね,、うんそうですね。ぜひその、ね、思いを、ね、ぶつけてほしいですね、それはわれわれの声ですもんね、本当にね。はい、でい 弱腰なの政府調査委員会がここは流れるんですよね流れていや不思議終了後に聞くじゃないでまあでも不思議ですよねいやいやいやまあいろんなそのいろんなことがありますよ中国問題に対しても北朝鮮問題に対してもいろんな政治家がいるしいろんなことがなされてるしいろんな政治家ってどういうことですか いやだから、そのそれもいるし、新北朝鮮派もいるし、もちろんいますよね、いやだって、皆さんね、こんなこと、どこまで言ってるか分かんないけど、もそのちょ今、ちょっと調べてるんだけど、経済制裁を解除されて、一体北朝鮮は何が得になってるかっていう話ですよ。 その資金は誰から集めてどうやって流されてるかっていう具体的な情報ですよそ,その資金はじゃあ日本でどこで集められてるかっていうことちょっと考えてみてくださいよええー、どこで集められてどうやって流されてるかそれは分かるでしょう皆さんいやそれ一つはパチンコですよそうだね <laughs> パチンコっていうのはね私あのもう議員の顔浮かびましたいっぱい <laughs> いやそれはねパチンコ嫌いもあって熱、ね、心な方もいますけどね <laughs> はい あまり突っ込むと大変ですけどもねそうだね社会っていろいろあるんですねそうですよ一筋縄じゃないんだねそうそうテレビで言われることだけじゃないんですねそうですよ国益を優先していただきたいですねねそうそうですよあのパチンコねですよねそうですよ通りこれが 依存性あるわけですから、あれは催眠術みたいにしてね、それでいっぱいあのさらきに手を出したり、子供を置き去りにして死んじゃったりっていう事件までいっぱい起こってるわけでしょ。あれはその催眠ですよ、催眠術、はい。最近儲かんないって言うからね、パチンコ業界。今いちね、昔ほどじゃないからね。ねえ。だから儲けさせろっていう質疑を誰かやってましたけどね。そうですか。パチンコ業界が。今今いちなんですよね。いやでもものすごく収益なんですよ。まあそれそうでしょうね。 うん、だからそれに警察官僚だとかさ、ね、出身の議員とかも関わってだから拉致問題が、ね、国会で取り上げられずに何十年も放置されたわけですよ。要する、ね、そにそういう警察とか、うん、そのパチンコとかいろんなな利権が、ね、なんでそう裏があるんでしょうね日本の社会って徐々にやらないと、ね、本当に危ないことになるんです。ね そこはやっぱりもう若いねしがらみのないね,若い若いねまあ僕,僕には何もないですから本当にあに結婚もしてないし。 私たちみたいな人たちが応援していかなくちゃいけないんでね。そうですね。無党派そう。あ無党派層あ無党派層いいですね。無党派層私のあのまあいろんなキャッチフレーズあるんですけどその一つに集まる無党派層っていうね。ああそれは美味しいのいただきましたね。バッチョ使って素晴らしいです。無党とかけて。はいですね。それあの移行会で今度消費税今迷ってるじゃないですか政府が安倍さんが。 うんまあ、麻生さんは違う、もう行けっていう感じだと思うんですけれども、うんうん、どうなっちゃうんですか、これで、今、まあね、経済が疲弊して、金融緩和したけれども、いまいち市民にはいかないと、うんはい、で上がるきっと上がると、はいはい、そこでどういう対応をしていくのかい私はあの、自分自身の試験をいうと、消費税の増税には反対ですね。反反対対ななんんででですか、はい、反対ですね <laughs> <の>それでなんだ ね、いや、それは麻生先生も言ってますよ。<laughs> <え>麻生先生だって、あの<え>三橋隆さん弟子ですからね。一緒、あの、そ、うん、の間、伊行会の研修会に、増税大反対派の三橋隆さん講師。よ、呼んだんですか。それで、いろいろやったんです。そう、そう,そ,うそ,うそう、そう,そう,そう,そう。そういう。内申、内心、どう思ってるのかなと思います。<laughs> 理屈、ただ言えることは、麻生先生と、これ、その、いつも言うのは。 政治は結果責任、うん、そのいろんな、うん、政策いろんな意見ありますようん、うん、だけど結果、うん、経済成長と財政再建を成し遂げられるかっていうね、はい、それに対して政治家は責任を負うんだと思いますよ、うん、それが全てでその時経済が良くなってなければ時の政権が倒れるだけでしょう、うんまあ、でもも今防げるもんだったら防げ、うん、だから私は政策論として、うん、その増税は間違ってると思うからやるべきじゃないっていう、うん 反対派閥の講師で勉強会したんですか、未公開で私も今度、三橋さん、自分選挙区に呼んで勉強会しますけどそうですか、でもそれでもやはりね、あのぬかが福志郎さんを主とする推進派がもう決めちゃいますよね、きっとね。うーん、税調で、総理が判断だと思いますけど、いや、それで経済もそうだし、財政再建も一体成功するのかと。 まあそりゃそうですよね。絶対成功するものなんてないですからね。いや論理的に成功する処方箋があるっていう風に提言している経済学者いっぱいいますよ。じゃなぜそれ採用しないで増税するのかっていうことを論理的な説明がなってないですよね。ねそう。うん、と私は思います。いつ頃出るんでしょうね結果はね。年末に判断するっていうことでした。早くしてほしいですよね。<laughs> 早くしろしい、まあ。あの増税っていうのが増税がすべて悪いとかいいとかじゃなくて経済 論として経済政策論としてそのデフレ化でやるべきじゃないとかいうせあの意見もあるでしょ、うん、そのインフレ対策としては増税は有効だけどデフレ状態でやるべきじゃないっていう人もいるし、まあ、いろんな諸説があって、まあ、政治家は結果責任だと思いますよまあでもどう考えて素人が考えてもこの1年半 1>、うん、2>, 2年の中で5%も上がるなんてこそんな恐ろしいことってないですよね。ない、うん そんな資源のないこの国でどうやって生きていくのみたいな <laughs>、うん、恐ろしさっていうのがありますよ、ね。それは誰だってわかることですよね。そうですね。学者じゃなくてもね。ねはいわかりました。最近のセストピックスでした。<laughs> はい、えー、最後のコーナーです。今だから言えるあの日のあの出来事です。<laughs> ちょっと裏話的なことをおし。裏話？裏話。無党派総代表、無党さん。難しいな。あのー、いや無党さんの話してすごい引き込まれる。そうですか。ぐいぐい来るね。そうですか。ぐいぐい来る。すごい人だ。ぐいぐい来るね。じゃあ皆さんも保守なんですよ。きっとあそうですか、ね。あ、まあ保守っていうか愛国者なのかな。あ、そう愛国者って言ってくださいもう私なんかね20年前に無所属で出た時はね自民党の誰の女なんだとか言われてねそんなわけないですよね。で落ちた。<laughs> 落選した時はねやっぱりね右の方のあれだったとかねの左の方のあれだったとかい、ね、いろいろ言われました、はい、<laughs> なるほどね、はい、いやこれ落選中かなと思うんですよね、はい、あのーうん、まあ私が落選して、えー、やっぱり支部長っていう、まあ、候補予定者ですねになる時っていうのは。 ななかなか権力闘争だ皆さんはくれますよね, <laughs> すよね寝回し合戦みたいな寝回し合戦みたいなところがありましてね血縁とか絡むしねそうそう大変それでもあの私の選挙区支部の,あの役員というか末端の党員まで含めて私を支えてくれたんですよで4回ぐらいねあの差し戻しっていうかね でストップしたり県連でストップしたり党本部でストップしたりやり直しだってことをさせられたんですね。で選挙区支部に戻るたびにやっぱり選挙区支部の人たちがいや武藤君でいこうということんそんな迷うんですかいやきうちの選挙区支部は味方してくれる多数決でやると決まるんですよ、うん、ところが県連行ったりあ,あるいは党本部行ったりすると,か,県連とかあるんだよねそうそそううだよねそうですよね根回しがね1個の区で決まらないんですよね党本部はね。 選挙に出る前が選挙なんですよね、やはりね。うん、まあ候補者に決まった後も選挙ですけどね。うん,ね <laughs> うん。だからまああの最終的に決定してくれた日の出来事っていうかなぐらいかな。それが、まあ、あのその2年何ヶ月経ったか。年3あ2年、うん3年3ヶ月か3年3ヶ月か4ヶ月の間の結構あ後の方でしたけどね。 後半そ,それまでの,あの普通に配られる政党助成金っていうのは私はもらってなかったんで、うん、もらってない,てい支部長が決まってないところはど,どこに行っちゃう確かねゼロだったんですよ、えー、最初は支部長が決まってないところはゼロで、えー、その後確かあのそれでも政党支部っていうのがあるわけだから、えー、多少出せっていうことで党本部から支部長が決まってるところの3分の1ぐらいの資金はあの 出たと思うんですよね。ただ私支部長じゃないんでそのお金触れないですよね。ね、えーえー、どこ行っちゃうんでしょうねその差額はね。いや,いやまあ<ト>支部の活動にかっちゃうんですか支部に行く。支部にし選挙区支部に降りると思います。えー、じゃあ支部にはあるんですね支部にはああ,あ誰かが触ってなければあったと思います、ね。<laughs> ただそれはまあ政治活動としてまあ決まってないわけですから使えないという、うん、使えないですね支部長じゃないからね当時は。<laughs> 当時あれですもん自民党の政党助成金の中 80万円が70万円になったか分からないけど、まあ、それぐらいのことでみんなブブ言ってましたもんね <laughs> ん落選中でね <laughs> 1000万ぐらいあったんですよねそうそうそれが減ったんですよねだから皆さん秘書さんの給料を少なくされたとか、うん、事務所を変えたとかねそういう話がずっと出てましたもんね、うん、そうですねそういうことですかじゃあ次の選挙はどうなっちゃうんですか次の選挙はもう無党派層の自民党です あのー、次の選挙どうなる私はあんまりパフォーマンス苦手なんですよねうんまあどうでもいいったらあれですけど、まあ、どうでもよくないけど、まあ、そんなことよりも多分選挙勝つことが目的の方じゃないから、うん、ね,、うん、でもね勝てないと仕事できないそう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 でもほらこう,こ,うこういう権力闘争の中にいると <laughs> 勝つことが目的になっちゃって政策を忘れる人がいるんですよ <laughs> あでもそれこの方は多分全然違うんでの方そこはね いつも地元の有権者の、まあ、支援してくれる人とか秘書にも怒られるんですけどねもうちょっと <laughs> リップサービスしろとリップサービスっていうか <laughs> パフォーマンスしろってことですね,あ,ですねあ,あるいはそのやっぱり言わなきゃいけないことってあると思うんですよね集団的自衛権にしてもね,もねあの耳障りの悪いことでもそ,そうそうそうだけどそれはねあの本末転倒でしょ 選挙に勝って自分の思想信条を捨てるとかね、はあ、だからそれをいかに両立させるかっていうのがその目的なわけで僕はどっち取るんだって言われたら思想信条優先しますよ落選してもそれはしょうがないしでゃ落選したくないですよいやもちろんですよ <laughs> だからそこまで,で 本当にね応援してくれてる人はそれでも怒るんですよお前そんなこと言うなってつけてなんぼやみたいなそそうう。これやみたいなそれもよくわかるからこれ話すなゼミやみたいないやそこまで言わないシガだからみんな言うかなとそこまで言わないですけどねそうですかそんな感じですわかりました頑張ってくださいねありがとうございます注目ですよシガイをってすごい注目だってすごい人たちが出てるから 民主党も決さんなんかかえの外みたいになっちゃってでしょ今 <laughs> <いや S 2> 正直言ってだって年齢もだってこう若い二人に結構年配の方みたいな感じだから、うん、大変でもそこでまたね民主党が公認を差し替えて若いね、うん、30代弁護士女子とかで一生と嫌なんですよねすいません余計なおいや、まあすいませんそんなことないですよまあでもね<お>その誰が出ようと自分のい、ええええ、意見を ちゃんと主張を言うっていう。私たち覚えてますから。そうだけだと思いますよ。小さな権力ですけど覚えてますから私たちが。<laughs> 大きいんじゃないですか。かもう今の言った話は忘れないですからね。はい。次の方紹介してください。あ、次の方は宮川紀子さんを、はい。はい。あ、女性だ。女性です。電話してもらえますか。電話してください。え、あ、電話するんですね。<話>出るかどうかわかんないですけど。<laughs> えー。 ね素晴らしい全員ね、本当に日本をね、象徴 <laughs> っている人たちですね。すこういう人たちがね、百十九人全員だったらすごいよね。恐ろしい。そうなると党が分裂するよ <laughs> そ。そうですね。良くないかもしれないですね。<laughs> こういう人もいていいんです。際立つね。ねすごい汗かいちゃった。<laughs> <laughs> 宮川さんいつも出ないんですよね。あ、そうなんですか。うどういう関係なんですか。 初当選で議場が隣なんですよ。さらに議席が隣ですか？議場議席は隣出ないですね。さらに同い年っていう。あ、そうなんです。そうなんです。山梨の方ですね。それは山梨の方結構出てるんですけどね。ちょっと出ないですね。申し訳ない。大丈夫です。大丈夫です。いいとも言えなくて。脱ぎ。 から、はいまあ、本当に、ね、あのお考えは素晴らしいので頑張っていただきたいので、はいまあ、一つあのこれはぜひお願いというか、まあ、あの中国対その辺のところの関係でやっぱりロシア本来秋にプーチン大統領が来日するのがの伸びてますよねで,で、まあ、今日あのアメリカの中間選挙で、まあ、上院下院で共和党が関数取ったということで。 これからやっぱりオバマ政権がすごく弱くなってくるとさらに中国がやっぱり力をつけていく可能性が高いと思いますのでやっぱり日本としてはやっぱりこれは独自路線でやっぱりロシアとはやっぱりしっかりやっぱりこのパイプをですね持っていただいてぜひそこのところはですね、えー、しっかりキープしていただきたいなという、まあ、これお願いとあと、まあ、先ほど自衛隊の話ありましたけども、まあ、自衛隊法改正でぜひですね法人救出。 やっぱりこれ北朝鮮で何か誘致があった時のことも含めてですねやっぱり海外何かあったときにやっぱり日本のやっぱり国民の生命財産を守るためにもですね法人救出のところですねえこの辺なんかもぜひお考えいただきたいなというふうに思っております宮川さんから電話が出てください出た方がいいですかえ<い>あもしもし <laughs> ああ,あの今みわチャンネルに出てんだけど<あー> <laughs> 彼氏なの。うん、あのあ<ー>で、番組の最中なんですよ。<laughs> うん、うん、それで、うん、来週じゃないですよね。えっと、来週ですよ。来週か。来週、出てくれるかな。<笑><笑>いや、変わりますか。大丈夫です、うん。大丈夫です。じゃ、あ拍手で、なんか来てください。ことでよろしくお願いします。<laughs> は,はい、どうも、失礼します。 よろしくお願いします。とこのです。なんか宮川さんとなんかいい感じじゃないですか。ちょっと宮川さん。変な話流さないでね、私は勝手に流すのはね。専用です。専用。鈴木高子さんとね、あのあの人鈴木高子さんと誰だっけ。鈴木高子。山内さん。全然違うのに。すみません。質問ですけどね、あのねロシアとの関係、まあアメリカが弱体化していくという。 中で中国の台等とロシアとの関係を強化してほしいこれは私も実は思っていることなんですよ。で、ロシアって実はすごい親日なんですよ。そうなんですか。ええ、まあプーチンがそういうふうに言われてますね。プーチンもそうだし、ね、そのエトルフ島に行った時も現地の人たちはほとんど日本大好きです、ね。でもそれはエトルフ島だからね。いやいや、クナシル島とかハボマイの方がもっとすごいと言ってた。あ、そうですか。ええ、で、でも広いからね。日本の古い歌ヒットしてるの知ってます？ロシアで。なんですか？ 何だっけ、えー、恋のバカンスとかああ<ー> <laughs> 超大ヒットしてるんですよんに、えー、みんな歌いますよ<ー>恋のバカンス、まあ、ロシア風にアレンジしてたりとかしてますけどあ、まあ、でもロシア民謡もいっぱい入ってきてますからねこっちに,、ねうん、で日,本に日本にそれほど情報が入ってこないからあまり日本人ロシア人のこと知らないかもわかんないんですけどかつてね、はい、その鈴木宗男先生とかね、うん、あのロシアとの関係強化して、うんはい、その。 やろうとしていた総理にね小渕総理とか橋本総理とエリツィン合わせたりやってた人もいたと思うんですけどまあこれもちゃちゃが入るんでしょうねアメリカはよく思わないと思いますよそうですねそうするとアメリカ派の議員がちゃちゃを入れるとちゃちゃって言ったら失礼かも分かんないですけど日米同盟を優先すべきだという政策論としてね主張は一理あると思うんですよね。だかから人間関係もそうじゃないです あちこち、ね、ちょっと、仲良くしてたら、<laughs> ちょっと面白くないと、ね。面白くない、嫉妬もあるし、妬みもあるしある、そあることないことないこと言っちゃったりとか、ね。そうそう、同じところはあると思うんですよね。ただ、そのアメリカの領海の中で。 アメリカともその関係を保ちつつロシアといかに関係を構築していくかっていうのが外交力の見せどころだと思うんですねだから外務省はその辺の構想をやっぱり練るっていうアメリカ、まあ、僕もこれからその議員外交っていうのをやっていきたいと思いますけどそうそうアメリカにもその共和党でね例えばマルコ・ルビオさんとかねあの非常に優秀で。 有能な政治家若手の人がいますから。うん、そういう方々とお,お互い若いうちに。あの接触してね。接触をするということです。あの意見交換、信頼関係を築くっていうのは非常に必要。なこと,だと思いますその中で、ロシアとの関係。ロシアも本当は日本とやりたいんですよ。仲良くしたいんですよ。うん、だからもうシベリアの開発に中国がどんどん入ってくるから。うん、その日本の経済援助でやりたいと。うん、それと北方領土変革交渉をセットにしてね。うん、やって、まあ平和条約なり何なり、あの経済。 交流というかしたいと思ってるみたいなんですけど、うん、なかなかそれもあの今言ったようなあの茶茶が入ったり政策の反論があったりして進まない、うん、まあこれ現実的にロシアとの関係を強化しようという動いてる政治家って今少ないですよね、うん、そうですかモリス元総理が言った いるかもしれないけど、もう皆さん引退の年齢に入ってしまったということ。森先生はね、まあそ影の影の総理ですから、現職ではないです。影、い影の総理ですから。まあでも若手の中でやっぱりロシアなかなかいないですか。ロシアっていうのを視野に入ってる人は少ないと思いますね。いやそういうのもあるんですね。今受かった人のその流行りと言ったらあの言葉が軽いと思いますけど。でもロシアは非常にいいと思いますねこれから。そ,かそれから法人救出に関してはやっぱりこれやらなきゃいけないですね。法人救出だけじゃなくてやっぱり 今回の三号の密漁に対する対応もそうだし <laughs> 尖閣諸島もそうなんですけどその日本人生命、財産、領土とかを守るという意識が非常に希薄でしたよね、うん、これまで。だからその大きなところで改革が必要なんだろうなと思うんですよね。だから前ね、私、外務委員会で質疑を行った時に尖閣諸島を取り上げたんですよ。どういうういい切り口でやったかっていうと 中国は毎年何百回っていう領海侵犯、領海侵犯を繰り返してるんですね。うん、あれなんでやってるかってその途に来てるわけじゃないんですよ。はい、要するにね国際法上実効支配してるっていうことを揺らがせようとしてやってるんですよ。つまり自分の国の領土のように行ったり来たりできてれば今有力な国際法学者たちが尖閣諸島は日本の実効支配が及んでないっていう指摘してますよ。うそうすると 法的にあの日本領じゃないとで日米安全保障条約の、えー、と5条か、はい、日米安保の5条の対象は、はい、日本の私政,、はあ、政権が及んでるってことは実効支配できている領土が侵犯された場合に、はい、助けますよという協力しますよという文言になってるんですね、うんうん、つまり私政権が及んでないってことになればあれアメリカ助けない。 ってことになりますよねうそうすると日本は本当に核武装国家の中国と戦争する勇気あるかと。ないですよここですそうしたら自然的に取られちゃうでしょだからあれを無害だからって言って。 あの入って水かけたりお出てけとか言ってますけどね物理的に排除せずに何百回何千回っていう領海侵犯領空侵犯を認めてると法的国際法上日本の人法支配が及んでないという理屈で取られちゃう,ちう今にも阻止しなくちゃいけないわけです,かそうですだから外務委員会でこれをその阻止しなきゃいけないと物理的に排除するっていうことを検討していかなきゃいけないですよっていう質疑を行ったんですね。そしたらあの、まあ、当時外務副大臣でしたけど 答弁で日本の実効支配は少しも緩んでないという答弁をして <laughs> それは日本側の解釈でしょとだから国際社会はそう解釈しない可能性があるという指摘を行っているんですよということを言いましたけどそれもちょっとなんかの,のれんに腕をしというか、ね、<laughs> 柳に風風で。最近、ね、国会の答弁が、ねね、もううなんかこう ゆゆダメなんですか。役所で言った文章。そう与党の私が言ったら怒られますけどね。<laughs> あれですよね。当たり障りない。なんいかにそれ乗り切るかみたいな。ね、ちゃんとした議論になってないんですよ。だちょっと前だとあのと政局で申し訳ないけどあの蓮舫さんと小渕さんだってすごい温度差ありましたもん。 うん、あの内容は置いといてもいい、好きとか嫌いは置いといても、やっぱ真摯に追求する方と。紙を見て答える方の温度差っていうのは、オブさんの方が多分人気あると思いますけども、違うなと思いますもんね、うん。いや、私それとね、もう一つだけね、言いたいのはね、政治がね、ワイドショーじゃないってことをね、もっとこうう。ごめんなさい。この番組ワイドショーなんですけどね, <laughs> ね。いや、あの, <laughs> あの、確かに内輪にあがついてとかね。えー、<の>あ、そういうことね。ええー、何でしたっけ。あの。 粉ミルク買ったとか政党、うん、交付金で、うんえー、あるいは親族からなんか服を買ったとか、はい、まあそのいけないこともあるし、うん、取り上げなきゃいけない問題もあるんでしょうけど、うんうん、まさに国会でね消費税なり地方創生なり集団的自衛権なりこの中国の問題なりねいっぱい重要なその日本が直面する課題があるにもかかわらず、まあ、松島大臣が法務大臣でね その公職選挙法違反を惚れはいけないことかもしれないですけどあの限られた国会の時間の中でその国民に優先プライオリティが高い問題としてね 私はやるべき課題ではないと思います。それはミワチャンネルとかこういうところでやってほしいですよね。本当に細かくそういう。ミワさんそれ言っちゃダメじゃないでこに言って。ここでももっと真摯にですね。違う。え、そういう自由なん国会はね、ワイドショーじゃないっていうことを皆ワさんももっと発信してほしいな。あ、そうですか。まあでもワイド紹介してるでしょ。小泉さんがワイドショーにしちゃったから。いや、だからいいって問題、まあその自民党の責任だってこと？うん、そうそう。そのまあ自民党もいろいろ。 あのいますけどねあの、まあ、メディアも含めてい,いかなるメディアも含めてワイドショー化しちゃいけないと思うんですよね。はい、ねかりました。前で,ですね自民党内与党内にいて結構あの斜めの発言されるから <laughs> 面白いであのワイドショーが目つけますよ。 目つけますか。うん、だって面白いもん。ワイドショーにやられそうだなと思って。面白いいや面白いですよね。だってなかなかだってその与党内にでやっぱりそいう発言する人って少ないから、やっぱそういう人たちが伸びてきたわけだから今までいいじゃないですか。ねえ、あ正論っていうのね斜めじゃなくてすいません偏見で。い。いやいや偏見。ねえ、いや楽しかったですね。ありがとうございました。時間が足りなくなっちゃった。ねえ、あの。 あれですか？もうだいぶ過ぎてんじゃないですか？そうそうそう、すごい激しく過ぎてます。そうですよね。いや、いつ切られるのかなと思ってたし。久40分とか言ったんですけど、全然切られない。から大丈夫ですか？ごめんなさい。私が独断と偏見でもあの話したくなくて、すみません。宮川のり子さんと独身同士なんです。それはここでやる話題なんですね。それが大事。それそ大事。そういうそういうのがここである。と市が四区のドロドロとか大事。すっごい大事です。宮川さんはキュートですよ。 野球 <laughs> どれくらい急とかね来週 <laughs> 相手はどうあれ結婚される気っていうのは今あるんですか結婚あ,ありますよねす結婚願望はありますよそんな普通の人のようにあの幸せを求めちゃダメです、ね、<laughs> 活動家として一人で来た方がいいですよや,、ね、やっぱり躊躇しちゃうんですよね <laughs> え何を躊躇しちゃうんですかいやその結婚とかそういうことに関してそうもういいですよ こ <laughs> のままもう秘書独身で国のために支えた方がいいです守るものができると弱くなるっていうのもあるしそうだってこれ面倒見なくてもそ <laughs> ね奥さんかわいそうなんですよ,ですよ選挙のこと考えるとそうです 頭下げてね。女として政治家の奥さんになっちゃダメ <laughs> それはね、奥さんになって立派な方もいっぱいいますから、ねね。それすごい変形、私が結婚できない方が変形。い,いや、本当選挙の考え、こと考えると奥さんかわいそうですよ。だから品はいいですよ、もう一人で、ね。まあ、でも、ね、国のために頑張って、ね、あの、多くのね、あの、応援してくれる人は。早く結婚しろ、早く結婚しろ。そういうのはいい、みんなと結婚してるから。<laughs> <laughs> そんなエリザベス女王みたいなた、サッチャー。そうそうそう、もう、滋が四区の氷川清よですよ、本当に。うん 私は日本と結婚している。そう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 、もう尖閣とかね、あ、すみません。<laughs> 止まんなくなっちったまた。ま呼んでください。はい、ありがとうございました。<laughs> 第138回目のゲストは自民党武藤タカ衆議院議員でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。